じゃあ始めます。フローティングビジョン FV01 はパソコン接続型の浮遊映像表示モニターです。浮遊映像とは空中に浮かんだ映像で 3D 用のメガネなしで見ることができ、目が疲れにくいなどの特徴があります。パソコンからはセカンドディスプレイとして認識されます。ここではメインディスプレイの右下にいる3番のディスプレイになっています。なのでこのウィンドウを右下に移動するとこちらに表示されます。今映っている映像は実際にはディスプレイの表面から5センチぐらい浮かんだところに表示されています。またこちらに赤外線センサーがついていますので、映像に触れると反応するといったインタラクティブな演出も可能になっています。映像の表示やインタラクティブを簡単に行うために、製品にはこちらの FV ツールというツールが付属しています。最新版は製品ホームページからダウンロードすることもできます。再生ボタンを押すと映像が表示されます。この映像は縦置き用の映像なので製品を縦に置きます。コンテンツを作るのは比較的容易なので、浮遊映像を自分自身で作って楽しむことができます。映像を作るコツはこちらのように、浮かび上がらせたいオブジェクト以外の背景を黒色にするとより立体感、浮遊感が増すようになっています。こちらにインタラクティブに関する設定がされていますので、映像に触れようと手を伸ばすと反応するようになっています。このようにユーザーのアイディア次第でいろいろな遊び方、楽しみ方が考えられると思いますので、皆さんぜひフローティングビジョン FV01 を体験してみてください。